ゲーテによる、光のスペクトルゲーテによる、闇のスペクトル、色彩論は、ヨハン・ボルフガング・フォン・ゲーテが1810年に出した、著書。教授編、論争編、歴史編の三部構成からなり、教授編で色彩に関する己の基礎理論を展開し、論争編で、ニュートンの色彩論を批判し、歴史編で古代ギリシアから18世紀後半までの、色彩論の歴史をたどっている。 ゲーテの色彩論は約20年の歳月をかけて執筆された大著であり、ゲーテはこの著作が後世においてどのように評価されるかにヨーロッパの未来がかかっていると感じていた。そこまでゲーテが危機感を抱いていた相手とは近代科学の機械論的世界観である。色彩論においてはニュートンがその代表者として敵対視されている。ニュートンの工学では 光は屈折率の違いによって7つの色光に分解され、これらの色光が人間の感覚中枢の中で色彩として感覚されるとしている。ゲーテは色彩が屈折率という数量的な性質に還元されて理解されることが不満だった。ゲーテの色彩論がニュートンの光学と根本的に異なる点として色の生成に光と闇を持ち出しているということがある。 ニュートンの工学はあくまで光を研究する。闇とは単なる光の欠如であり、研究の対象になることもない。だがゲーテにとって闇は光とともに色彩現象の両極を担う重要な要素である。もしもこの世界に光だけしかなかったら、色彩は成立しないという。もちろん闇だけでも成立しない。光と闇の中間にあって、この両極が作用し合う。 曇りの中で色彩は成立するとゲーテは論述している。色彩論においては色彩は光の行為として捉えられている。すなわち生けるものなのである。ゲーテは語りかける自然ということを言っているが、語りかけるとは語るものと語りかけられるものがあってこそ成り立つものだと言える。色彩は単なる主観でも単なる客観でもなく人間の目の感覚と 自然たる光の共同作業によって生成するものである。音や香りなどの感覚と同様、色彩にはただ客観的な自然を探求しようとする姿勢では捉えられないものがある。色彩は数量的、客観的に分析される光の中に最初から含まれているとすると、客観的に光を分析していけば色彩のことがわかるということになる。ゲーテはこれに、 外界の光を分析するだけでは理解できない目の働きによる色彩の現象を持ち出して反論する。灰色の像を黒字の上に置くと白地の上の同じ像よりも明るく見える。この像を単独で客観的に分析するだけでは明るさの違いは説明できない。これには目の作用が関わってくるからである。対立するものが呼び求め合うという。 この運動はゲーテが自然のうちに見出した分極性の働きである。目は一つの色彩の状態にとどまらず、明るさと暗さという両極にあるものを呼び求め合うことによって新たなる色彩を生み出す。このようにゲーテは静止した対象としてではなく、生成するものとしての色彩を見出すのである。ゲーテにとって生きるとは、活発に運動し、新たなるものを創造することである。 ゲーテは光に一番近い色が木、闇に一番近い色が青であるとする。曇った媒質を通して、光を見ると黄色が、闇を見ると青色が生じるからである。プリズムの実験によって、ゲーテはこの黄色と青を両極とする、色彩論を展開する。白い紙の上に黒い細長い紙片を置き、プリズムを通して、それを眺めると、上から順に青。 紫、赤、大々、木という色が並んで見える。プリズムと目の角度を調整し、色を重ねていくとこの並びは、最終的に青、赤、木となる。ゲーテはこれを、色の三原色とした。そしてこの三原色を中心としながらダイナミックな、動きを内包する、色彩感を提唱する。ゲーテの色彩感は、赤を頂点としながら、 木と青を両端とする三角形に、緑を下の頂点としながら、大々と紫を両端とする逆向きの三角形が重ね合わされたものである。赤と木の間に大々、赤と青の間に紫が配置される。この六角形では赤に対しては緑、木に対しては紫、青に対しては大々が反対のところに位置している。ゲーテの色彩感この色彩感において体になっている。 色を我々の目が実際に体として捉えていることをゲーテは残像の実験によって確かめる白紙の上に色をつけた紙片を置いてそれをじっと見つめるしばらくしてから色付きの紙片を取り去ると白紙の上に紙片の色とは違う色の残像が浮かび上がるその残像の色こそ体になっている色であるすなわち赤は緑、木は紫、青は 代々の残像を出現させるのである。ここにも対立する色が呼び求め合う働き、分局性が見出される。色彩は静止したものではなく、それ自身の内部に力を有して運動するものであり、動きもその色単独のものではなく、他の色と結びついた動きであるという、この考え方は色を有機的、生命的に捉えたものだと言える。色彩現象の全体を包括する、色彩感は、 一と、全、特殊と普遍の合一を示している、神秘的な形である。ニュートン的なスペクトルでは、色彩は、色光の波長により赤、大々、緑、青、藍、紫の直線として分析され、円を描くなどということはない。色彩感は数量化された自然ではなく、人間が感覚する自然を探求した、ゲーテの姿勢から見出されたものだと言える。 ゲーテの色彩感は、活動しながら新たなる色彩を生み出す生きた自然の秩序を示したものである。多種多様な色彩現象を、その種々異なる段階に固定し、並列したまま眺めると全体性が生じる。この全体性は目にとって調はそのものである。目は単なる青にも木にも満足せず、それ以外の色を求める。木と青は呼び求め合い、結合することによって、 第3の赤という高度なものを生み出すという。赤はただ木と青が混ざったというわけではなく、木が大を、青が紫を経て、高みで合一したものである。黄色と青の絵の具はそのまま混ぜれば、緑色になる。ここに、ゲーテが文極性と並んで自然の中に見出した力、こう登るの働きがある。こう登るとは自らを高め、発展させようとする上昇意欲である。赤は、 高うのるの働きを経て合一した分、エネルギーに満ちた力強い色になっている。パープルには皇帝や国王が着用する日の衣という意味があり、高貴な色とされる。ゲーテは人間に体験される色彩を探求し、色彩が人間の精神に与える影響のことも扱っている。その影響も色彩感から説明されるところがある。赤は色彩感の頂点をなす。 最も力強い色であったが、その対極である、色彩感の一番下に位置する緑は、地に根を下ろした安定した色だという。光に近い色である黄色、そしてそれに近い橙々などは、プラスの作用、すなわち快活で、正気ある、何かを気球するような気分をもたらす。闇に近い色である青、そしてそれに近い紫などは、マイナスの作用、すなわち不安で弱々しい。 何かを同型するような気分をもたらすとゲーテは言っている。人間の精神は不思議と色彩感が示す秩序の影響を受けているように見えるとゲーテは述べた。ゲーテは色彩のアレゴリー的、象徴的、神秘的作用についても考察している。ありがとうございます。